台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦海鯤がついに動き出したそうです。今回の主役は台湾初の自国建造潜水艦海鯤です。 X 字型の舵は日本の潜水艦と似ていて親しみを感じますね。台湾海軍がこれをどれだけ活用できるかが気になります。アメリカ海軍の全面的な支援もあって、次に必要なのは P3C 哨戒機かな。中国原潜も台湾海峡で壊滅ですね。海鯤とは、古代中国創造上の巨大魚の名です。台湾で初となる国産潜水艦で、その一番艦が台湾南部高雄の造船所で、9月28日進水式を迎えました。この建造計画破砕英文総統が熱心に進めたものです。蔡氏は進水式で念願叶ったということか、感無量の様子だったとか。海鯤潜水艦が近年、台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもありませんね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難しました。しかし、非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているのです。通常動力型潜水艦海鯤は、通常型としては、大きい艦隊で、その名にふさわしいと言えましょう。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦隊艇型よりは、小さいようです。海鯤の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので、台芸型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用ていること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われます。アメリカの最先端技術が使われているので、台芸型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いようです。台湾は、潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていません。ではどうやって作ったのでしょう?アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。要は民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいと噂されていますが、対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているとか、自分で作れなければ外国から輸入すればという声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在ですから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるのです。世界の多くの国は中国との国交を選んだので、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそんな国の一つです。ですから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口です。具体例ですが、オランダ潜水艦を売却と、フランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が中国の経済制裁でダメージを受けています。唯一の例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けています。正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針でしょう。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても台湾が潜水艦建造クラブに入り自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないでしょう。もし台湾が外国から輸入使用したら相手国を経済制裁で脅し中止に追い込めたかもしれませんが、今回はその手は効きません。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り配備できることになったのですから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て潜水艦のような重要な兵器は
できるだけ自前で確保すべきと痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から相手を狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、当然ながら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。ミサイルは中国側から攻撃しにくい。台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずです。これは、軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに合う危険性があるのです。なので、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して、中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、黄海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるのです。こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら共産党指導部の権威が失墜するのは間違いありません。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介します。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても、中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海鯤級潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開はおろか、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして、万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から、引きずり下ろされる公算が高い。そして、当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、水面下で、こっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となれば、この海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や追戦哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は、言うまでもなく、非中の火だから、仮に、潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。以上が想定されるシナリオです。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したと、リークされたり、
2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われますし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、やぶをついて蛇を出したようなものではないでしょうか。台湾は、自国の安全保障を強化し、中国の軍事的圧力に対抗するため、独自の潜水艦を開発、建造しています。この戦略の一環として、初の国産潜水艦、海鯤が進水しました。海鯤潜水艦は通常動力型であり、高性能なリチウムイオン電池を採用し、連続潜航能力を強化しています。また、最新のアメリカ製戦闘システムや長距離誘導魚雷を装備しており、その戦術的有効性は大きいです。台湾の潜水艦戦略は、国内での技術自立を図りつつ、民主主義国家の協力を得て潜水艦を量産することにあります。これにより、台湾は中国に対する抑止力を増し、安全保障を内外から支えることを目指しています。